はい、今会社に行ったら、このちょっと先のところでね、子猫の鳴き声が鳴いてるいうことで、ちょっと見に行こうかと思ってます。だから、U ターンして泣いてるから、その人曰く、会社の人曰く、戻ったかで、どこにおるかわからんかったいうことで、ちょっとボンさんが今、ちょっと、仕事行く前に、見てみようかなと。あそこの花壇みたいなところですね。こんなとこにおるんかな。ここの、あそこのとこにおるんか。もう引かれてるかもわからんね、これは。ね。ちょうどそこのね、赤いトラックの先におるいうことで、もう引かれてるかもわからんね、こんなとこやったら。ねえ、ちょっと止めて見てみようかな。いてるかな。もう、だけど、誰かね、保護してくれてたらええけど、こんなとこ、もう道路、もう見てもうたらわかるけど、ここ309、ね、ここ、だいぶ、ビュンビュン走ってるからね、車。もうちょっと出たらもう死にますね、これ。どっかいてんかな。怖ってもうじーっとしてんかもわからんしね。ちょっと、ね、青になり次第ちょっと見に行ってきます。止めれるかな、トラック。おったらええけどね。それか誰か、今、ね、自転車、ね、乗ってはる人が気づいたら一番ええけど、止めれるかな、止められんのかな、もうね、これ。ここの方やね。止めてみます。はい。はい。いてたんはいてたんけど、もう、捕まえられなくてね、逃げるからね。これで、まあ、いてるところはここです。ここ。この、今の右側の、この、ここね。ここ。ここです。ここ。ここにいてます。知り合いに今頼んで、取りに来てもらうようにしました。はい。はい、再度、もう一回、一軒目終わったから、近くやったからね。それで帰りしな、もう一回、今さっき撮って、それでもう一回、ちょっと、場所だけね、お伝えさせてもらいますね。知り合いが多分来ると思うんやけど、それまでにね、来てくれたらいいんやけど、とりあえずまた止めて、様子見てみます。来てるかな？ちょっと一旦、止めてみようかな。らいいね、すぐそこやねんけどね。今さっきは逆から来たのを撮ってんけど、まあ、知り合いがもうちょっと来ると思うんやけどね。まあほんまのちっちゃいね、生地みたいな子です。だからね、ちょっと309からね、こっち側の方から追い込んでかと、こっちから向こうに追い込んだら、もう走って逃げたらもう引かれる恐れあるからね。それだけね、ちょっと注意してやってもらわんとね。まあこれはもう運命やからね。もうどっちみちこんなとこでもう、あんな子猫が生きていけるわけないからね。多分2ヶ月ぐらいですよね、あの子は。生まれて。ほとんどまだね、大きくなかったから。どっかにおったらいいけどね。まあポンさんパッて逃げたところのね、草むら、木の陰のところをちょっと見たけど、もういてなかったからね。まあ、どうやろう、いてるかな。まあ、これはまあ、もう、運命やからね、ほんまに。まあ、こんなとこでね、子猫がおるいうのが現実です。ね。いかにだからこんなね、餌でやって増えてる子猫がね、生きていけるわけないいうのもね、ね、分かってもらえたらええかなと思ってます。ちょっと、こっち、ちょっと止めますね、また。ここにおるから。飛びます。ここここにおる。この辺におる。この辺におったんかな。この辺に泣いてたけどね。どこ行ってんの。さっきこの辺逃げてんけどね。
ってないね。どっか隠れ込んで。まあちょっと知り合い、この中におるから、知り合いにね、来てもらうとわからないです。はい。はい。結局、ちょっと正しい結果になるんやけど、報告になるんですけど、子猫ちゃん、1時間前に、惹かれて亡くなってました。なんでや言うたら、帰りしな、そこでね、反対車で、見たら、猫らしい死骸があったんで、シャープ991で連絡したらもう止まれないからね。シャープ991で連絡したら、まあ、1時間前に連絡あったいうことで、猫死んでました。かわいそうやけど。おそらくちょっとしたことで、逃げてしまったんかもわからんけど、もうこればかりはね、もうどうしようもないからね、ほんまに。まあ、ちょっと、最後、どんな風に死ぬかいうことだけね、やっぱりみんな、目を開けて見てほしいな思うからね、これ今動画撮ってます。これが実態からね、ほんまに。うん。ああいうとこではやっぱりね、なんかあった時に、生きていかれんからね、どんなことあっても、やっぱり、道路に出てしまういうことのね、死ぬいうことはね、次回、もっと分かってほしいなと思います。ここが反対車線でちょっと、分かってるけど、これ。今この白い車のここ。はい、死んでます、これ。あったかな、これ。はい。これが現実です。以上です。